お疲れ様です8月1日木曜日朝6時の相場解説になります。まあ一言ね、まあ、日銀利上げしました。本当にバカ。本当にやってくれたなと思いますね。まあこれによって日本国民の味方になる、そういった金融機関は全くなくなったってことになります。まあただし、お金が余ってる人にとってみたらいい判断だというふうになるでしょうね。お金が余ってる人は金利が上がれば儲かりますからね。 でもそこには実質的な生産っては行われてませんからあほとんどの、ね、日本国民ってはお金がないんで毎日小さな部品を作ったり食品を運んだりとかね、生産に従事してるわけでで、すよで。生産に従事してる人がお金がなくなってくると生産をする人が損害を受けるわけですからどんどんね、生産力が落ちていくわけですよね。で、儲かるのは全部バーチャル上の金利で儲かるということになっちゃいますんでいや、これはね うんまさに供給力をどん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 落としていくことになるんじゃないかなと思います通常供給力を落とす時っていうのは戦争で空襲などで工場が焼けて線路が壊されてっていうことになるのがこれがあと供給の損耗ってことになりますけども今日本っていうのは工場はあるし線路はあるし誰一人空襲で死んだりとかね恐怖をそこで感じてる人はいないんですよなのに製品作っても 国民がお金を持ってないから売れないっていう状況が進んでいきます。あのスーパーマーケットでね、買い上げ点数ってのがあるんですよ。まあ、つまり、一人の人が買い物をするときに、カゴの中に何個商品が入ってますかってことなんですけども、えー、平均買い上げ点数が11点とか12点っていうふうに言われてる時代に、今ね9点とか8点というふうに落ちていくわけなんですよ。でもカゴの中に入っている金額の総量は下がってるところか上がってるんですよね。 つまり今、欲しいものですら買えないっていう状況が起きてるわけですよ。皆さんにも欲しいけども買えないってものがあるんじゃないですか。それこそね、自分の欲望のままに欲しいってわけじゃなくて、必要なんだけども手に入らないっていう、まあそういったレベルです。うん。まあ、直近の例で言うと、最近、自分の着る服を買った人っていますまあ、もらったものはね、あるかもしれませんけども、自分で、ああ、これ必要だなと思って買った服とかってありますかね多分 そういえば何年も自分で自分に対して買ってないなっていうふうに思い出す人っているんじゃないかなと思います買うとしたらしあの仕事に必要なものとかねユニフォームとか買うかもしれませんけどもじゃあ仕事に必要なユニフォームを買う以上に自分のプライベートを充実させるものにちゃんとお金が使えますかって言ったらそうじゃないんじゃないかなと思うんですよ一つ例をとってもこのぐらいでしょじゃあ食べ物どうでしょうかね食べ物ね本当に食べたいものを食べるっていうよりも 自分の限られた予算の中で仕方なく買ってるものっていうのが多いんじゃないかなと思います、うん、まあそういったのとかねまあその他に住まいですよ家賃って毎月毎月どのぐらい払ってますまああの持ち家の方はどのぐらいローン払ってますかねうん結局それが支えきれなくなって住みたくもないところに住んでしまってね危険度を高めてるんじゃないかなと思いますまあいろいろと話しましたけどもこういったことっていうのが全てね金利を軸に行われてるってことなんですよだから金利が全てなんですよ 金利によって私たちの懐状態が超えたり減ったりするわけですからだから金利ってものにね危機感を感じてないっていうレベルで本当に危機ですよやばいですよ <laughs>、うん、この仕組みが分かったのもねやっぱりこういう風にトレードを続けてるからなんですけどもねはいじゃあ相場解説に向かいましょうかえっとチャンネルラインをこのように引いてるところにここでブレイクして以来ずっと下落がどんどん落ちてきてますさらに昨日の金利の引き上げについての発表でこれだけ落ちてるわけですよね だから、介入と同じレベルでこの円高ってのが進んだってことなんですよで、そのぐらい日銀の発表ってむちゃくちゃ重要なんですよね、で、さらに FRB の方では、利下げの方が刊行されようとしてます、まあ、これも円高要因の一つになります。よくね、悪い円安だなんてこマスコミで言って、それを国民が真に受けてますけども、あの別にね、あの円安が悪いわけではないんですよ。 むしろ円安ってのは日本の輸出産業をものすごく盛り立ててきて、近隣急防化っていうね、まあそういう言葉があるんですけども、ご存じない方もいるかもしれませんけども、トレードをしてる人で近隣急防化を知らないっていうのはちょっとダメですよ。<laughs> うん、もちろん私の、ね、基礎用語の中には入ってませんけども、これと使かってとね、専門用語じゃなくて社会用語ですから。 やっぱりね、あの社会に出て10年、20年生きている人は当然知っておきましょうって言葉になりますんでこれを機会にちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。な、まあ、何にしてもね、金利がこれから日銀の方では上がっていきますんでどんどん円安が進んで140円台に今入っちゃいましたけども、130円台は今年中に来るんじゃないかなと思っております。はい、いいじゃあ今日どうすればいいの ていうことなんですけども今日は相変わらずポジションを持たないでいってください。もう今週はポジションを持っちゃダメです。8月1日、明日、明日まではあのー、禁止です、トレード。<laughs> あの危ないです <laughs>、まあ。もちろん、セル一辺倒でいくっていうふうに腹が決まってる人はねやってもらっていいと思いますけども、それですらね今までのテクニカルの理論で、えー、トレードしていいってことにはなりませんから、あくまでもファンダメンタルで見たらってことですからね。でチャンネルラインを割って以来、どんどん NG を書いて下の方に行ってるのがよくわかると思います。で昨日これが 大きな流れを作ったところですよねだから昨日聞いた人はここでブレークを起こして下にせるっていう風に自己解説で、えー、学習できてるかもしれませんちょっと早口ですね今日ねすいませんで1時間です1時間軸は昨日お話した通りここを突破して下の方に向かいましたけどもさらにその前のレンジンレンジってのはここだったんですよここね